おはようございます、スリコー TV です。これ待ちに待ったシマノのニュースピニングリールコンプレックス XR の C2000F4 っていうモデルね、これをね一つ買ってきてみましたよ。いやー、このねコンプレックスシリーズってね、比較的買いやすいスピニングリールの中でも抜群に使いやすくて大好きなシリーズなんですけども、最新型のねコンプレックスがどうなっているのか早速開封していきたいと思います。じゃあね、ちょっと開けていってみますかね。はい、こんな感じ。おおお、リールのこのハンドルと部品が分かれていて、で、ですね、ちょっとしたこういうパーツが入っていますけど、ワッシャーとかね、こういうのが入っていて、あとね、リールのこれが袋、シマノ、ね、これがついてきますっていうのぐらいですかね。で、こんな感じでね、新品で買ってきたので、出して、ね、ハンドルくっつけていきますかね。よいしょ。はい、これでクリ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 ーとくっつけて、おー、来ました、コンプレックス新型。いや、色がかっこいいですね。まずね、どんな竿にもね合いそうな、こんな感じのね、こういう感じね。はい、そしてめちゃくちゃ軽いね。これね、C2000 っていうことなんですけども、ボディがね1000番台のボディに、このスプールがね、2000番で F4 っていうことで4ポンドが 100m 入るよっていうね、ボディがすごい小さくて、で糸巻き量はねブラックバスで、使うのにバッチリなね、そんな感じのサイズ感のリールなんですね。で、それによってどんな恩恵がもたらされるかっていうと、圧倒的な軽さね、 155g っていうことみたいですよ、これね。価格がですね、上州屋さんで買ってきたんですけども、まあもろもろ割引とかがあって、26,411円ね、26,411円でね買ってくることができたんで、ということはですね、2万円台のこういったスピニングリールで 155g ね、こういった世界を、体感することができるっていうことでね、普段だと結構ね F6 の番手とかね、そういったまあ大は小は兼ねるじゃないですけども、大きめの番手を買ってですね、それでもって、4ポンドラインとか3ポンドラインを入れてっていうね、そんな使い方をね普段よくしているんですけども、今回はこの、C2000 っていうね新しい組み合わせ、これがどんな感じかな。まずはもうね、釣り具屋さんでこうもう触ってみるとね、めちゃくちゃ軽いんですよね。うん。で、F6 もあったんで触ってみたんですけど、そっちがね、175g 前後っていうことだったんですが、これとね、両方持ってみると、うわぁ、155g ってこういう感じなんだと思ってね、これはね、是が非でもこっちだなと思ってね、買ってみました。ドラグのシステムなんかが、若干この F4 と F6 でですね、違うっていうことなんで、まあ気に入ったらそのうちね、F6 の方も買ってみたいなと思うんですけども、まずはね、このね、軽さを体感してみたいっていうことで C2000 番を選んでみました。はい、表示に偽りなしというか、むしろ軽い数字を叩き出してきました。154.8 とか9とかね、 155g 切ってるじゃないかーいっていうね、これはね、
軽いですよ。いやー、なかなかね、高級機種ではこういった重さのね、リールとか続々と出てきているので、いいな、いいなーなんて思っていたんですけども、2万円台のブラックバスにね、使うスピニングリールで、こういった重さをね、体感できるというのは本当にありがたいんじゃないかなっていうことで。で、軽さだけではなくてですね、それ以外にもね、いろいろとね、この新しいコンプレックスになって、追加になったね、機能とかね、ここはっていう機能があるみたいなんで、ちょっと見ていきたいと思います。回転の軽さと操作性、そして感度の、3要素を軸にチューンアップしたバスフィッシング専用スピニングリール、マグナムライトローター、マイクロモジュールギア2、サイレントドライブ、X プロテクト、ロングストロークスプールなど、先進仕様を惜しみなく投入。クロロ4ポンド以下がメインとなる C2000 サイズには、細糸の強度を極限まで引き出す、ハイレスポンスドラグ。クロロ4ポンドから6ポンドや、PE ラインが対応される2500サイズには、メリハリの効いたやり取りにより、主導権を握る、ラピッドファイヤードラグと用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。特徴的な性能の使い分けが戦略の幅を広げますということで、コンプレックスシリーズにね、毎度おなじみで搭載されていたラピッドファイアドラグ、これは F6 の方に搭載されているということで、こちらのですね、C2000 版にはですね、ハイレスポンスドラグっていうのがね、搭載されているんですね。これはね、実際に釣り場で使ってみてどんな感じかななんてね、実況動画の方でね、どんどん見ていきたいなと思うんですけども、結構、至れり尽くせりじゃないですか？ねえ。この、まあ、ハンドルの形一つとってもなかなか優雅な力強いね、ワンピースの感じのハンドルで、で、あ、これなんだろう、逆転レバーってないんですかね？これを逆転させるためのレバー、ね。糸が引っかかるよとかでなくしちゃったのかな。まあ、そんなのがなくなっているなというところとか、ね。外見上はまあ最新のかっこいい感じのスピニング、リールだなということですけども、中身の方もですね、マグナムライトローターであったり、マイクロモジュールギア2とかね、サイレントドライブ X プロテクトっていうことで、結構上位機種に、投入されていた、機構がね、随所に入っているんで、これで、2万6000円とかで買えるんであればね、もう本当資格なしといった感じですかね。コンプレックスシリーズはもう大好きなんで、こんな感じのね、昔のコンプレックスとかね、この前にね、ちょっと高級なコンプレックスあったと思うんですけど、これとか、これ2台ぐらい持ってるんですけど、あとこれとかですね。うん、これはもう未だにね、ずーっと使っているんで、非常にね、使いやすいなーっていうことで、全然ね、へたらないっていうか、これ結構、もう長いこと使ってるよなぁ。ね。これはですね、F6 って番手になるのかな？ちょっともう番手のところが消え出してるんですけども、ちょっと大振りでラピッドファイアドラグがついていて、F6 っていうね、やつ。これに PE ラインを入れてね、最近使ってるんですけども、もうだいぶね、この、持った感じの、これがね、確かね、195g とかそんぐらいだったと思いますけども、この最新式のコンプレックスになることによって、もう圧倒的ね、軽さね。最近竿の方もね、だいぶ軽くなってきているんで、それに合わせてね、このリールも軽くしていくとどうなるんだろうっていうね、気になっていたところではあるんで、まあこのコンプレックスとね、最新の竿なんかもね、買ってみて使ってみたいなっていうね。で、これね、ハイギアとね、ノーマルギアがあるんですけど、自分結構ね、ハイギアモデルばっか買っちゃうんですよね。チャカチャカチャカーってね、巻き取り素早くっていう用途が多いんで、結構ね、ハイギア、いっぱい買っちゃってたんで、これはね、ノーマルギアね。そんなに早く負けないよっていうね。まあ普通に負けるよっていうね、それを買ってみたんですけども、出しどころはまあこれに、PE ラインを入れてですね、それでもって巻物の釣りであるとか、はたまた、あとはワームでもじっとりとね、誘いたい、ワームの釣り、
そんなのにね、使おうと思ってね、今回はね、ハイギアではないモデル、普通のね、ギア比のモデルを買ってみました。で、これに入れる糸はですね、もちろん、そうですね、フロロカーボンの3ポンドラインとか、そういうのも考えてるんですけども、最初はまずね、あの、PE ラインの 0.35 とか 0.25 とかね、そういう、なんだろう、こういうね、最近、細番手の PE ライン入れるの大好きなんで、その細い PE ラインを入れて、それにリーダーを組んでですね、使ってみようかな、なんていう風に考えております。まあね、糸はね、その釣りによって色々入れ替えていこうかな、なんていう風に思うんですけども、軽さだけじゃないね。まあ、コスパもいいっていうことでね。それでもって、剛性感も上がってるよっていうことなんで、買いな一台ではないでしょうか。実際の釣りのところでは、そろそろ房総のリザーバーね、ライト、リグね、ピクピクの釣りとかね、そんなのが効く時期に入ってくるんじゃないかな、なんていうふうに思うんで、あれもね、一日中ね、オーバーハングの下とかね、シュパパパパって入れて、ピク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 ってね、ずーっとね、安定して候補投げて安定したアクションをね、出し続けるのが肝になってくるんで、そんな時にこの本体自体が軽いっていうのはね、一つの大事なアドバンテージになるんじゃないかなと思ってね、早速ね、この後糸を入れて、釣りの準備をね、進めていきたいと思います。まあまあまあ、こんな感じでね、買ってみたんですけども、実際にね、ワームの釣りとか、あとは、小さいプラグのね、巻物の釣りとか、でね、どんな感じだよなんてね、引き続き使い心地なんかもインプレッションしてお伝えしていければなぁと思いますので、ご期待ください。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、シマノから新登場のですね、スピニングリールコンプレックス XRC2000 の F4、これを買ってきて開封してみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。